えとそれぞれ売上利益は比較的控えめな伸び率を予想当期の連結販売台数は、北米で販売が堅調に推移いたしましたものの、消費税率引き上げの影響を受けた日本や、主要国で市場停滞が続くアジアなどで販売が減少しましたことによりまして、 前期に比べて14万4千台の減少となる897万2千台となりました。当期の連結決算につきましては、売上高27兆2,345億円、営業利益2兆7,505億円、税引き前利益2兆8,928億円。 当期純利益2兆1733億円となりましたトヨタが目指す持続的成長とその軸となるもっといい車作りと人材育成その進化が問われる重要な局面を迎えております今年後半から TNGA 社の投入が始まります2020年頃までには 世界で販売すする車の約半分を TNGA に切りり替えてまいりまい2018年から2019年には新工場も稼働し魅力ある車を賢く作るための取り組みもいよいよ実行段階に入ります次世代環境技術の開発や最先端の IT 技術社会インフラと協調した高度運転支援技術の実用化 ロボット事業の強化など未来のモビリティ社会の実現に向けた新たな成長分野での投資もまったなしだと思いますより安全で環境に優しくそしてよりワクワクドキドキするようなもっといい車を作るためにどんな時でも自ら考えチャレンジし続ける人材の育成に努めてまいります真の競争力なくして 持続的成長なし私自身、現場のリーダーたちと心を合わせて、トヨタが持続的に成長することができるよう、真の競争力向上に向けた取り組みを進めてまいります。